旧シリーズは、松岡圭介による日本の推理小説のシリーズ。角川文庫及び講談社文庫レーベルから刊行。表紙イラストは、清原博士。旧シリーズとして、第1部、万能鑑定士級の事件簿、第2部、万能鑑定士級の推理劇、短編集である、万能鑑定士級の短編集が刊行されている。なお、姉妹編にアルファーシリーズ。 特等点上位にアルファーの難事件が刊行されており、本校で述べる。キャッチフレーズは、面白くて知恵がつく人の死なないミステリー。そのキャッチの通りシリーズを通し一件も、殺人事件がなく、物語中では、自然史も描かれない。私立探偵や刑事でないフリーランスの職業、若く、美人だが、天然系の女性が広範な知識を武器に、少々頼りない男性女子と共に、 人の死なない。観光は極めてハイペースで、第一部万能鑑定死球の事件簿が2010年4月から2011年10月にかけて、角川文庫から書き下ろしで、全12巻が連続観光された。引き続いて2011年12月より、第二部万能鑑定死球の推理劇、2012年2月より、姉妹編シリーズ、 特等天上院アルファの難事件シリーズの刊行が開始された。以後、文庫版ファンブックである万能鑑定士級の攻略本、万能鑑定士級の短編集を含み、各月ペースにて刊行されている。万能鑑定士級の推理劇は2013年8月の方で完結し、2013年11月以降は万能鑑定士級の探偵探、万能鑑定士級の,の謎解きと、 独立したタイトルでシリーズが継続。映画化を機に隔月ペースでの観光が停止、予定されていた次回作が発売延期となり、別シリーズの探偵の探偵が講談社から刊行されるようになった。2016年春、講談社文庫の探偵の探偵シリーズとクロスオーバーした探偵の鑑定を刊行このクロスオーバー作をもって、 探偵の探偵シリーズは完結。その続編として2016年8月、万能探偵試給の最終巻、文句の叫びで旧シリーズも完結となった。松岡作品での明確なシリーズ完結は、探偵の探偵シリーズ旧シリーズが初となった。第一部、事件簿編の1.2巻のみ一つのエピソードの上下巻で、同3巻以降は1話完結。 以後、関数表示は便宜上アラビア数字を用いる。第1部は観光開始1年で、累計200万部を突破した。2014年初夏、全国東方系公開で映画化された。題名は、万能鑑定死級、モナリザの瞳。出演は、林田陸子役に、綾瀬はる香、小笠原優斗役に、松坂通り。監督は、佐藤信介。詳細は後日、口述。 漫画家作品として、ヤングエース2013年2月号より、万能鑑定士級の事件簿、月刊アスカ2014年4月号より、特等天上員アルファーの難事件が連載された。ブックウォーカー大賞2014文芸賞受賞、ブックリスタ年間ランキング2014小説部門に1位。平成27年度、金沢工業大学入試において、国語の長文読解に、 万能鑑定死休の事件母愛が採用された。原作小説版が、タイ、韓国、台湾、中国で、コミック版が、フランス、タイ、韓国、台湾で、翻訳出版されている。少年サンデーコミックス、名探偵コナン91巻の名探偵図鑑に、本作の林電リコが紹介された。2017年1月、第2回、 吉川英治文庫賞最終候補作に選出された。2017年4月、アニメ情報サイト、アニメ、アニメの、のアニメ化してほしい以来と述べる小説は、アンケートで10位に選出。2020年7月、シリーズ10周年を記念し、万能鑑定死級の事件簿例刊行。これにより、事件簿シリーズは全13巻になる。2021年2月、 特等天上位にアルファの難事件6で7年ぶりにアルファシリーズ再開。沖縄の果てるマ島に育ち、高校までは万年学年再開だった天然の美少女林伝理子が状況をきっかけにその奔放な感受性を活かした勉強法を伝授され、たちまち広範囲の知識を身につけてディスカウントショップ買取コーナーの花形鑑定員となる。そして20歳で独立し、 万能鑑定支給なる店を持つ。やがて23歳になったリコは、高度な、ロジカルシンキングを駆使し、店に持ち込まれる、多種多様な依頼品の鑑定を発端として、事件解決に乗り出す。若きエリート官僚の一条な沖は、厚労省食品安全部にて、犯罪の検挙に失敗し、観光庁へ移動となった。観光庁の業務で添乗員派遣会社、クオンタムの視察の際、 とんでもなく土ジで物を知らない21歳の兄と、朝倉彩奈と出会う。彼女は入社試験のためにクオンタムを訪ねていたのだが、当然ながら落とされてしまう。焼け酒を食らっていたバーで、彩奈は一条と再会した。一条は、彩奈に秘めたる才能があると気づく。それは、彼の家庭教師兼運転手の老人士、野戸家人がほのめかした、ラテラルシンキングという思考法だった。 一条の計らいで、能登から教育を受けた、アヤナは、クオンタムへの入社を果たし、天井院資格を取得するに至る。人気の天井院となった、アヤナであるが、ツアー見出しの人気天井院の後ろにつける天井院個人を示す、アルファベットが残っていなく、ワンランク上の天井院であると示す、要、特等天井院アルファーと広告されるのであった。レオナルド・ダ・ヴィンチの モナリザ・リンデン・リコ今作品の主人公。23歳、2011年12月末日時点。事件墓例では22歳。ゆるいウェーブのロングヘア。猫のように大きくつぶらな瞳を持ち、モデルのように長い手足を持つ美女。巻きが進むごとに、美しさには磨きがかかり、一度あったら永遠に忘れない美貌の持ち主となっている。 飯田橋の神田川沿いにある雑居ビルの1階に万能鑑定士級の店を構える鑑定家。鑑定士はあくまで野望であり、本人は特別な資格を持っているわけではないが、絵画、骨董、宝石、ブランドはもちろん、漫画や映画など広いジャンルの事柄について即座に鑑定するだけの知識、能力を有している。他にも地域情報にも詳しく、一枚の写真の些細な 情報から移された地名を特定するなどの知識も披露した。高度な論理的思考法を駆使する。沖縄のハテルマ島出身。石垣島の八重山高校時代は、教師が頭を抱えるほどの劣等生で、体育、音楽、美術以外は、オール一の万年再開学生だったが、本人はそのことを全く気にかけない底抜けに明るい性格だった。 島の独居老人の家々を回り、話し相手やお買い物の手伝いなどを誰に頼まれたわけでもなく言っていたため、リコのその優しい心根は島民に知れ渡っており、とても愛されていた。前室の列島ぶりを理由に、リコがいじめられそうになった時は、リコの優しさが、会からない奴は、島の人間でもなければ、俺の子でもないと、いじめっ子がその親から絶縁を申し渡されるほどで、あった。 高校卒業後、島民の暮らしの改善を夢見ながら何の当てもないまま、上京。しかし、一般常識、知識のなさから、就職活動が難航し、生活に困窮し始めた頃に、瀬戸内陸と出会う。彼から、豊かな感受性を生かした、様々な勉強法を伝授されたことで、賢くなることに成功する。瀬戸内の経営する、リサイクルショップ。 チープグッズで働きながら鑑定士に必要な知識を身につけた後、彼の支援により20歳で独立し、万能鑑定士級の主人となる。非常に感受性が強く、涙もろい。鑑定の依頼人や関係者に感情移入することもしばしばあり、その心情が犯罪者を改心させることもある。怖がりな一面もあり、オカルト的な事象は信じてはいないが、かなりの苦手。 子供の頃、馬の噂を雑誌で読んで恐怖した。恋愛感情には、かなり疎く、小笠原を、はじめ多くの男性から好意を寄せられているが、本人は気づいていないことが多い。高校時代、そして20歳の時に淡い恋愛を経験しているが、男性と付き合ったことはない模様。しかし、事件簿11巻以降は、徐々に小笠原と気持ちが通じ合っていく。林伝と、 誤字表記されることが多いが、正しくは、人間である。この違いが、事件解決の鍵になったこともある。小笠原優と角川書店入社4年目の26歳。週刊、角川編集部キングの記者。力士シール事件の真相究明を編集長に、命じられ、万能鑑定支給を尋ねたことでリコと知り合う。山梨県北都市出身で、北都市立長坂中学校卒。 山梨県立北都高等学校卒、立教大学社会学部メディア社会学科卒業。細表で鼻が高く、メンズノンの系のルックス。青木の安っぽい3点セットのスーツを身につけている。腕時計だけは親からプレゼントされた高級品のオメガダイバーズウォッチ。女性心理に疎く、自覚なしで女性問題の火種を抱えそうになるタイプ。 この点についてはあまりにも周囲から指摘されることもあり、最近は本人も自覚はしているらしいが、一向に治らない。仕事はさほどできないが、スポーツは得意。角川書店の社内フットサル大会では、エース級の活躍。日本推理作家協会との新前ソフトボール大会でも、同様に活躍。性格は良いが土ジが多い。正社員の記者でありながら、 取材に借り出されることは少なく、もっぱら取材を必要としない海外ソースの記事の日本版を書くなど、デスクワークばかり。しかし林田理子との出会いから、彼女の解決した事件を記事にしたこともあり、スクープに貢献、徐々に信頼を得つつある。また原稿を見てばかりいるせいで公正に慣れていて、ご字脱字については理子以上に早く気づいて、事件解決に貢献することもある。 また当初は、頼りない人物として描かれていたが、薪を追うことに男らしさが増していき、体を張った捨て身の行動で、幾度となくリコのピンチを救っている。整理整頓の能力があるようで、映像事業局宣伝部の関大課長から、映画看板の管理について、ぜひ部署内に迎えたいと待望される。しかし小笠原は記者に未練があると言って断っている。現在は、 社内各編集部の便利屋のように使われているが、逆にそれが彼の人脈を広げており、出版関係では、リコでも知り得ないような専門的な知識を吸収して、言っている。暇を見込まれて角か川か書店の様々な事業に、手伝いとして借り出されているため、新社屋に移転して、半年で備品がどこにしまわれているか、社長室に何があるかまで把握している。宮巻からは、 角川絡みで関わっていないのは角川広志だけと揶揄されている西池袋三丁目の家賃8万3000円のワンルームマンションに一人暮らし20歳の頃までは彼女がおり詳細は不明目下のところ彼女がおらずリコに思いを寄せる日々小木の紅葉、週刊、角川編集長マスコミが伝えるべきは情報であるという信念のもとアニメし 漫画誌などが中核である、角川内でも昔仇の記者精神を見せる。細見ながら、目つきの座った白髪頭。編集部では水槽に熱帯魚を飼い、一人だけエグゼクティブ風のデスクと黒川椅子に収まっている。コ口、美人すぎる鑑定士としてグラビアに採用した。小笠原にとっては、頻繁に雷を落とされる怖い上司だが、空振りかスクープかの、 ホームランバッタータイプとして内心小笠原を高く評価している。宮、牧匠小笠原の同僚にして同期、魚眼のような大きな目をしている。小笠原の前では女性好きを隠そうとしないが、上司には露骨に減り下る。要領が良く仕事も卒なくこなしているが、小木野からの信頼は今一つ、女性アイドルグループに夢中になったりもする。 はやましょうた警察処置の王は捜査係警部補。髪を73に分けた、ひょろりとした体格。馬面だが、刑事部屋の中では、それなりにハンサムと呼べるルックス。しかしひょうひょうとした態度で、捉えどころがなく、相談にもいい加減に応じる癖がある。事件簿変だいい一環以前、3年前に、リコが店を出したばかりの頃に、 瀬戸内陸に連れられて被害届を提出しに来たりことであった。その後広域指定暴力団時北海のエメラルド密輸出事件に絡み、警視庁の面々が万能鑑定支給の店を訪ねる際に同行。その際体制の専門家が在籍する店と思ったが違っていたなどと愚痴をこぼす。事件の規模が拡大してに負えなくなり、警視庁にお株を奪われたため、 事件が解決された後は、リコとの再会を願わない状況だった。以前は、鎌倉の大船所に勤務していた。その頃の監視機関は、現在も鎌倉でスナックを経営しており、葉山も時折立ち寄る。通常、地方公務員の警察官は、都道府県を越える移動はないため、神奈川県警の大船所と警視庁の牛込所の経歴があるということは、キャリア組であると、 解釈できる。クモツという部下がいる。宇賀じ弘樹警視庁、捜査二課警部。一首で大柄の男ばかりが大半を占める本庁の捜査員の中にあって、スマートで、長身、貧よくスーツを着こなす、シャレた中年。国際詐欺犯罪専門として、警察庁からの信頼も厚い。雨の森花蓮の贋作事件について担当。竹富町議会が、 台湾での炭水化フィルターをめぐる巨額詐欺事件の被害に遭った際も、警察庁での決定を受け、直ちに八重山署に飛んだ。牛込署の葉山とは違い、本庁の捜査本部が人選した捜査協力者、林田利子に対し当初から全面的な信頼を寄せている。そのため、カレンの目には、警視庁のキャリアでありながら、利子の犬になり下がったように見え、台湾事件の容疑者からは、 大物のリコに指示を仰ぐ側近のような人物に見られるほどである。日仏両国にとっての大事件である。モナリザ盗南においても犯人逮捕に駆けつけた。瀬戸内陸リサイクルショップ、チープグッズの経営者。牧師となって恵まれない子供たちを救うのが夢で、その資金を稼ぐためにリサイクルショップを始めた。しかし経営そっちのけの人助け精神が災いし、 赤字経営が続いている。リコの人柄と才能に気づいて、勉強法を伝授し、彼女が鑑定家となる道筋を作った人物で万能鑑定士 Q の店舗名の名付け親でもある。しかし、Q をクイーンと読ませようとするセンスにはリコも並行している。独立後のリコは、初日から詐欺師に騙されるなど、社会人として一人立ちするには、不安も多かったが、瀬戸内は諸事情からそうした。 海線山線のトリックを暴く知恵を得ており、これをリコに授ける。リコに伝授された推理法は、演疫法や機能法ではなく、論理学の待遇を活用した原因究明法で、瀬戸内は有機的自問自答と無機的検証の二段階思考と名付けている。リコは、チープグッズのパート勤務時に得た知識に加え、暗算のコツ及びこの思考法を忠実に守ることで、 名探偵さながらの推理力を展開できるようになった。娘に瀬戸内楓がいる。アメノモリ花恋26歳。パンクファッションに身を固めた細身で小柄の美女だが、メイクは薄めで可愛い顔立ち。海外の警察にも目をつけられている万能願作者。ただし、リコの愛読する漫画、ゼロのように万物の複製を成し遂げるマルチな願作者というわけではなく、 あくまで本質は詐欺師であり、下請け工場などを騙してブランド品の複製を大量に作らせ。リコと同様に腕時計を見ただけで初対面の男性の身の上や諸事情など全てを見抜いてしまう、抜群の鑑定眼を持つ。幼くして両親が蒸発した過去を持ち、逮捕を恐れず、社会を挑発し続ける、愉快犯的な側面もある。 ライバルとみなすリコについては一目置いていて、Q ちゃんのニックネームで呼び、自身についても、カレンと呼び捨てにする、よう指示する。敵対関係というよりは屈折した友情を育てている中にあり、リコの活躍によって逮捕された後も、小笠原を通じかけながら知恵を貸し、リコを助けたりする。複製だけでなく、オリジナルの洋服の型紙を起こせるレベルのデザインセンスの持ち主でもある。 ペットの黒猫、夜空を可愛がっている。受刑中、そこを態度に優れ成績も良いことから、岐阜の笠松刑務所に移された。短編集、第2巻で御社につき刑期短縮、出所。痩せたデッパの甘傘あや御、太った丸メガネの熊切り火の子という、漫才コンビのハリセンボンそっくりの手下2名を、従えている。逮捕後同じ刑務所に収監されていたが、 カレンの恩赦に伴って出所。氷室ロタ事件簿一巻の時点では、早稲田大学理工学部物理学科准教授。実際の学部の変更に伴い同七巻では、機関理工学部、八巻では、先進理工学部応用物理学科となっている。年齢は35歳。鋭い目つきで整った容姿だが、愛嬌も合わせ持つ、親しみやすい性格。理子には、 困難な科学鑑定などを受け負う。西早稲田キャンパスの58号館の研究棟を拠点とする。その甘いルックスから近くの学習委員女子大学の女子大生から絶大な人気を誇り、3年前の時点でも西早稲田キャンパスの門の前でサインをせがまれたり、一緒に写真を撮るよう求められたりしていた。彼の著書、理工学術院の先進技術は、 ゼミを受講する学生たちではなく、そのような著者金営を目当てに買ったファンの女子大生たちによく売れていた。訪ねてきたリコも当初は、そんなファンの一人かと思って、軽くあしらおうとしたが、彼女の知性の高さに驚き、ある民事裁判で証人の代理を務めることになる。当然ながら、理系についての知識は豊富だが、その気まじめさからか、ごく単純なトリックには気づかなかったりする。 キ安ン友禅、リコの高校時代の恩師。劣等生であった彼女の状況を心配しながらも見送ってくれた。実家は宮古島、石垣島の八重山高等学校勤務。卒業が危ぶまれていたリコについて、校長先生に自分が責任を取ると申し出て何とか卒業にこぎつけたという過去がある。このため、リコの保護者代わりを自負していて、パリ旅行にも同行しようとする。 それなりに、ハンサムなので女生徒からは、人気があり、教え子からは、キャンキャンのあだ名で呼ばれていた。リコが、高校3年の頃、詐欺まがいの通信教育に対し、知識の盲点をついて逆転するという起点を披露。リコは、名探偵みたいと拍手するが、後にリコはこのやり方を得意とし、犯行を暴く。それゆえにリコの探偵的技能の最初の先生とも、言える。 佐賀都市や東京領事会大病院の臨床心理師年齢は30代前半の痩せて頬のこけた炭性な顔立ちの持ち主。リコとはある事件をきっかけに対面し、後に心理的要因が絡む事件などでの相談役になる。小笠原も彼の連絡先を知っていて、リコが精神面で悩んでいる際に相談を持ちかけていた。その優れた専門的知識と、 カウンセラーとしての洞察力を持って、リコの持つ、清らかな精神性に即座に気づき、指摘している。逆に彼自身はリコからの心眼で、本物という評価を得ている。同作者による、催眠シリーズの主人公。朝倉彩奈旧シリーズの姉妹編である、特等天上院ーの難事件の主人公。先立って、万能鑑定士級の推理劇一巻に登場。22歳。 キャシャだが、背丈は、リコと同じくらいの美女。明るく染めた、ショートヘアには、リバースカールがかかり、バッチリ見開いた瞳と、通った鼻筋に、アヒル口という容姿の持ち主。一見すると10代の少女と見間違うほどの童顔。旅行会社、クオンタムの人気添乗員で、呼び物としたい、同社社長から、特等添乗員アルファーと命名される。ドーバー港において、 ある誤解から足止めを受けていたリコを救い、その後再会したことから知規になる。一条に見出され、能登から習得したリコとは対になる、ラテラルシンキングという思考法を使いこなす。リコと同じく学生時代は万年再会の成績の持ち主だったが、こちらはさらに最終学歴が中卒となっており、就職前までは引きこもりがちな生活を送っていた。性格は明るく、 他人数を引率する仕事柄声が大きい。国際的に評価され、表彰もされている優秀な CA である姉の愛を誇りに思いしたう一方、姉や両親からは、不詳の妹として邪険な扱いを受けるという複雑な家庭環境にあったが、一条が激怒して一括したこと、水平思考によって姉の窮地を救ったことなどから、関係が修復されつつある。アルファシリーズび、 万能鑑定支給の推理劇2巻以降では、リコとは、気の置けない友人となっており、事態解決に向けてのアドバイスや協力も行っている。一条直樹26歳。有名政治家の子息にして、キャリアのエリート官僚だが、厚労省食品安全部にて、犯罪の検挙に失敗し、観光庁へ移動となった。観光庁の業務で添乗員派遣会社、クオンタムの視察の際、 綾やと出会う。綾やにラテラルシンキングの才能を感じ、のとに綾やの教育を頼んだ。父は次期総理大臣の呼び声の高い内閣官房長官の一条、りょまこと。母は都議会議員であった新広。のとかじ直なの専属の運転手。一条、りょまことの元秘書であり、直樹の家庭教師でもあった。直樹の頼みにより、綾やに、 基本的な論理、ラテラルシンキングの使い方を教えた。厳格で真面目な性格であるが、感情的になる面や、広い範囲のサブカルチャーに通じる一面もある。趣味はゲームで、しばしばプレイステーションビータで遊んでいる姿が、記される。旧の事件簿シリーズは、全12巻だったが、2020年に10周年、記念作、事件簿例が、刊行、全13巻となる。 万能鑑定死球の最終巻き、探偵の鑑定 i2 は、講談社文庫公式に、探偵探、謎解き、最終巻きで、最終3部作、クロスオーバー作品も含めた場合、探偵探、謎解き、探偵の鑑定 i、探偵の鑑定2、最終巻きで、最終5部作と呼ぶ。万能鑑定死球の攻略本ファンブックとして、推理劇2巻までの各巻紹介。 キャラクター紹介、用語集など。万能鑑定士級の特装本進行地図による漫画版、万能鑑定士級の事件簿のキャンペーン定品として、限定500部がプレゼントされた万能鑑定士級の特装本。漫画版のキャンペーンであるが、神子による漫画のほか、松岡圭介による小説、林連里子の1日、小説版の表紙イラストを担当している。 清原博によるイラスト、青、咲きただしによる漫画版、特等天上院アルファーが、すべて書き下ろしで収録されているほか、劇場版主演の綾瀬はるか、松坂通りのインタビューも掲載されている。なお、小説、林伝理子の1日は、時系列的には、万能鑑定死球の謎解きの直前に当たる。 ヤングエース2013年2月号から2017年3月号まで万能鑑定士級の事件簿のタイトルで連載された漫画は神子お地図が担当。万能鑑定士級の攻略本にも予告漫画が4ページ掲載されているが、これはあくまで告知用であり、連載本編とは別物である。2013年9月号、12月号、2014年4月号付で、 同志アンケート1位を獲得した。2013年8月3日、角川コミックスエースより単行本が観光開始されている。単行本も原作同様、タイトルにローマ数字で関数が表記されているが、各巻の内容は原作とシンクロしておらず注意が必要である。原作の1巻、2巻、6巻、9巻、11巻、7巻の順に漫画化されている。 月刊アスカ2014年4月号より2015年4月号まで、特等天上位にアルファーの難事件のタイトルで連載された。漫画は青、さきたが担当。連載第1回は、関東カラー。第1話、第2話同時掲載で70ページ長。原作通り、あ名や、直樹の他に、林田理子、小笠原優と、は間翔太警部ホラー Q シリーズの面々ンンも登場している。 2014年5月26日より、アスカコミックスデラックスにて、単行本が刊行されている。原作、特等天上位にアルファーの難事件第1巻を、単行本3巻かけて漫画化した。2011年春より、事件簿変第8巻と第9巻の CM が、角川書店提供枠で、オンエアされている。ナレーションは、原由美。2012年秋からは、 推理劇、短編集までを含めた万能鑑定士旧シリーズのテレビ CM として16、旧 h d に作り替えられた。途中、リコの目が開くアニメーションのカットが追加され、ラストカットには映画化決定と出る。10月27日の TBS、王様のブランチ枠を皮切りに放送が開始された。2012年11月17日から30日まで、 人気ヘルパー公開の映画館で本編上映前のシネアドとして上記1 6旧 h d 版 c m が上映された。上映館は札幌シネマフロンティア、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ渋谷、横浜ブルク13のほか、東方シネマズ、シネプレックス。2013年11月30日からは劇場版スペック結の編公開の映画館で、 本編上映前のシネアドとして上映。16、旧版のラストカットが探偵団に変わったもの。上映館は、札幌シネマフロンティア、ユナイテッドシネマ、新宿ピカデリー、新宿バルトナイン、ムービックス、イオンシネマ、東方シネマズ、川崎チネチッタ、ミッドランドスクエアシネマ。2013年1月2日の TBS、ジンヒトシデモ16。 QHD 版、映画化決定 CM が2度にわたり放送されたほか、東京 MX テレビのアニメ枠、JR トレインチャンネルなどでも、頻繁に放送されている。シリーズ第9巻、万能鑑定士級の事件簿内を原作に映画化。映像版で、単体作になるため、事件簿愛からいくつかの要素を織り込み脚色している。日本映画初のルーブル美術館内本格ロケが、 観光された。同館内での外国映画のロケ自体、ダヴィンチコード以来となる。ダヴィンチの名画、モナ・リザが40年ぶりに日本にやってくることになった。去る事件によりルーブルのアジア圏代理人権調査員である、朝比奈直行の信頼を得ていた、万能鑑定士級なる、店の女主人、リンデン・リーコが、臨時学芸員の採用試験に招かれる。事件以来、 リコに関心を持ち密着取材を続行中の雑誌記者、小笠原優ともパリへ同行。リコはルーブル美術館で実施された採用テストに無事パスし、次第に小笠原への理解も深めていく。リコは同様にテストに受かった流泉事美所と共に帰国、特別講義に出席する。しかしそこには不可解な謎と、その奥に潜む巨大な陰謀があった。 2014年4月24日のジャパンプレミアに引き続き5月5日午後8時フランスパリのルーブル美術館内オーディトリアムにてパリプレミアが開催され、綾瀬春と佐藤信介監督が舞台挨拶に登壇した。レセプションパーティーやフランスマスコミへの記者会見にも参加。観客からはリズムやサスペンスがあってダビンチコード以上の素晴らしい作品だと思う。 綾瀬遥と、初音入イ二人の女優のライバル関係が、素晴らしかった、ドラマチックで見始めたら引き込まれる作品、サスペンスあり、笑いありの作品で、美術や装飾も素晴らしかったとの好評を得た。全国300スクリーンで公開され、2014年5月31日、6月1日の初日2日間で、公衆1億4018万9800円。 動員119,558人になり、映画観客動員ランキングで初登場第5位となった。dmm.com の邦画サスペンス部門で、月額 DVD レンタルの月間1位を記録した。2位以下は、私の男、モンスターズ・モンスターズ、白雪姫殺人事件。7位にもブルーレイ版がランクインしている。2015年度ツタヤ年間ランキング邦画部門で、 ベスト10入りした。2014年5月24日 TBSK 万能鑑定死級モナリザの瞳公開記念、林伝理子さえも知らない世界で放送され、27日よりネット配信されたスピンオフ短編ムービー。専用サイトが設けられているが、配信元は YouTube であり、無料で視聴できる。林伝理子が店を開いた直後を描いているものの、 同様のシチュエーションをテーマにした原作万能鑑定士級の事件簿 X との直接のつながりはなくストーリーもオリジナルである。映画版と同じく佐藤信介監督が演出に当たる点やタイトルにミニと付けられている点、特番枠での放送とその後のネット配信は図書館戦争の展開に似通っているがミニ図書館戦争に 主役級のメインキャストが一切出演していないのに、対し、本作では、映画本編の主演である、綾瀬はるかが、リンデン・リコとして登場する。DVD、ブルーレイソフトにも、特典映像として収録されている。キャストスタッフ万能鑑定死宮心眼鑑定テスト富士急ハイランドでの映画とのコラボイベント。2014年5月3日から6月8日実施。入園時に、 鑑定ブックが無償配布。それを参考に園内4箇所の鑑定ポイントで4枚1セットの絵からそれぞれ本物を1枚ずつ選び出す。4つの鑑定テストをすべて正解すると最終ステージ、モナ・リザの間に行き着ける。最後の鑑定テストに合格すると抽選でプレゼントが当たる。リアル謎解きゲーム万能鑑定士旧奈川県庁の 秘密第二の知事室の謎を神奈川県庁本庁舎を特別に一般開放し2014年5月17日18日に実施運営は出ず林弁理子に届いた黒岩雄二神奈川県知事からの依頼に沿って参加キットに描かれた謎を解き明かし庁舎内を巡りながら隠された手がかりを見つけていく109シネマズ万能鑑定支給 モナリザの瞳鑑定クイズキャンペーン全国の109シネマズで上映前に、綾瀬はるか出演の特別映像が流れ、観客に趣旨が伝えられた上で出題がある。スクリーンに表示された映画ポスター2枚のうち、正しいと思う方を選び、サイトから応募。抽選で関連グッズが当たる。万能鑑定士級、モナリザの瞳ルーブル美術館鑑賞ラリー徳島の 大塚国際美術館にて2014年5月31日より映画公開期間中開催。館内にあるルーブルの複製画6点をめぐり、観察眼と推理力でキーワードを導き出す。正解者、先着500人にモナリザのポストカードとペンセットがプレゼントされる。同館にはモナリザの複製画も展示されており記念撮影もか。本物を鑑定せよ。 万能鑑定士九州、キャナルシティ博多、熊本パルコ、4モール宮崎で2014年5月24日から6月22日、アミュープラザ長崎で5月31日から6月22日の期間中4枚のモナリザパネルを展示。本物と同一の絵は1枚だけで、正解すれば映画関連グッズがプレゼントされる。ネット上で回答し、応募もできる。 発巻以降より用いられている。このキャッチフレーズは本の雑誌のオビミシュランで2つ星を獲得した。7巻までの閉じ込みチラシの売り文句は殺人なき新感覚ヒューマンミステリー。事件簿2から事件簿法は1ヶ月、推理劇法から謎解きは3ヶ月の観光ペースである。一例として2011年12月25日発売の推理劇一巻で 同月に発表され、21日に発売されたばかりで、あったスマップの楽曲、僕の半分の名称が登場している。事件簿10巻で明確に説明される。巻末広告、奥付けなどを含むこの時点ではまだ発表はなかったが、あやせはるか主演作つながりによる決定だった。原作のキャラクターである、瀬戸内楓で役とする文献もあるが、公式には、 カエデとは別のオリジナルキャラ桜である。同番組が1時間枠だった関東た一部地域で放送。30分枠だった地域では未放送。映画版のシーン流用。映画版のサウンドトラック流用版の鑑定子級、モナリザの瞳マイナスに関するカテゴリー。版鑑定子級の事件簿に関するカテゴリー。特等天井アルファーの難事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。